日本人男性と海外で結婚したアメリカ人男性が日本に滞在できる在留資格を認めないのは憲法違反として国に定住者資格などを求める訴訟で、その最中の2023年3月10日、特定活動の資格が東京出入国在留管理局から許可されました。これ本当に他の場合にも及ぼしてほしい。いかがですか？斉藤法務大臣。お尋ねの、日本人との同性パートナーである外国人の在留資格の対応につきまして、私も入管庁から報告を受けております。ただその詳細は個別具体的な事案でありますので、お答え差し控えますが、一般論として申し上げれば、同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には在留資格は認めているわけですね。で、その上でそれ以外の場合であっても外国人から在留書申請があった場合には、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等、具体的な申請内容を踏まえまして、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断をしており、今後も同様に個別にしっかり判断していきたいと思います。福島みずほ君。第1号が出たので、これが本当に一般化して広がるようにと思います。実際、外国で結婚して日本に来たけれど、その相手が日本にいられないので帰ってしまうっていう例もあるんですね。こんなことやってたら若い人たち、日本じゃなくてデンマークやいろんな国に住みますよ。そういう人たちをたくさん知っています。もったいないですよ。日本で暮らせないんですもん。好きな人と一緒に結婚しても日本で暮らせないんですよ。こんなのはもうやめていただきたい。私は同性婚を認めるべきだと思いますが、ぜひ特定活動ビザを一般化してくださるよう強く求めて質問を終わります。よろしくお願いします。